宮島丸は JR 西日本宮島フェリーの宮島航路に就航するフェリーである。本項目では2006年に就航した4代目を取り扱う。中谷造船で建造され2006年1月27日に竣航し5月23日に就航した宮島航路の新造船である。日本で初の小型電気推進旅客フェリーであり、船の形状は 両島総動線である。鉄道建設、運輸施設整備支援機構が研究を行ってきた、スーパーエーコシップの第一線として建造された。日本船舶海洋工学会のシップ・オブ・ザ・イヤー2006において、小型客船部門賞を受賞している。小型電気推進旅客フェリーであり、動力源として、出力329馬の主発電機を3台使用する。通常高速では、 発電機2台の運転で、航行可能であるが、速力が必要な場合は、主発電機を3台使用する。この発電機で、船内電源と推進機に電力を供給している。推進機は360度旋回可能な、ポット型推進機を2機、選手船尾両方に装備している。これにより自由な操船が可能である。推進機用電動機はインバータで制御されている。 自動車搭載数は乗用車で7台、右舷に設けられている。これは総動線であること、左舷に主発電機3台中2台を設置していることからバランスを取るためでもある。通常の客室以外にバリアフリー室がある。この客室は、五島神社の鳥居方向にあり、宮島口から宮島に渡る際には鳥居方向へ接近するサービスを行っている。 宮島丸は当初2006年3月15日に就航予定だったが試験航行中に松大気船側の桟橋に衝突する事故が発生したため5月23日に延期された。これに伴い仙台宮島丸は運航を終了した。宮島航路で宮島丸、宮島丸の名称の船舶は5隻ある。宮島丸は山陽鉄道時代に 宮島航路での運航を終えているため、歴代の宮島丸には含まれない。ありがとうございます。